夏の思い出をカット編集だけでつないで60秒以内の動画にまとめて一つの思い出箱にするハードカットチャレンジ夏。応募していただいた7作品を紹介します。 Let's get started。サルウェブン、ノリです。このチャンネルを見てくれてる皆さんは、少なくとも動画に興味がある人だと思うんで、スマホなりカメラなりで動画は撮ってると思うんですよね。でも動画を撮ってても、スマホのカメラロールに残ったまんまになってたりとか、カメラで撮ってもハードディスクに移してそのまんま手つかずとか、そんな風になってません?せっかく撮った動画なんで、それをシンプルにカット編集だけでもいいんで、つないで、一つの動画にしないと絶対見ないと思うんですよ。もったいないですよね。そこで夏の思い出をカット編集だけでつないで一つの動画に60秒以内の動画にまとめるハードカットチャレンジ夏を開催しました。そしてそれに応募していただいた7作品を今日は紹介したいと思います。簡単なフィードバックを添えてその動画を紹介していきたいと思いますので、動画編集に興味がある人の参考にもなると思います。じゃあ早速見ていきましょう。まず一つ目、タンポポコンチナンドさんのスポンサードバイミスターノリイトーハードカットチャレンジっていう作品です。砂浜ビーチはいいよね、夏ですよね。ありがとうございます。タンポポコンチナンドさん。こうなんか淡い夏の感じに色味の感じとかも合ってて、音楽も合ってていい感じだったと思います。カラーグレーディングでね、この色味を出してると思うんですけど、まあもうちょっとこのカラーをね、色味をもう少し弱めてもよかったんじゃないのかなと思います。まあこれはこれでいいんですけどね。あとはちょっと全体的に似てる感じのショットが多かったんで、例えばこう波がバシャーンと来てるところになるべくローアングルでカメラを近づけて水が迫ってきてるようなシーンとか、そういうちょっと違うショットを入れるともっと映像表現は豊かになってよかったと思います。ありがとうございます。次は上チャンネルさんの作品、企画作品、大富豪のフェラーリーと貸別荘が素敵すぎた夏、おっさん8人旅っていう動画です。いいっすね、フェラーリーね。かっこいいな。これフェラーリなんていうモデルですかね。みんなで乾杯して。肉うまそう。はい、ありがとうございます。上チャンネルさん、音楽とね、映像のこういい感じに合わせて、ビートに合わせてすごい良かったと思います。テンポが良かったですね。特に最初のフェラーリのシーンとかね、最後の後半のこう蛇口から水が出て、でコーヒーが出て、で噴水にっていうのは、おそらくこう水が流れていくところでね、そういうイメージでつないでいったと思うんですよ。アイデアすごいいいなと思うんですけど、なんかちょっとこうストーリー的に
いまいちなんか結びつかなかったような感じを俺的には受けましたね。ちょっともったいなかったかなと思います。でも最後のね、こう太陽で終わるシーンとか、あれ水中から撮ってるんですよね。あれとかね、すごいクリエイティビティが感じられてよかったと思います。ありがとうございます。さあ次行ってみましょう。タブチマンの動画、ライフタブチマンさんのタブチマンの夏、サマー2020っていう、動画ですね。ちゃんと名前も紹介してくれてる。ありがとうございます。あ、夏だな、このセミの声がね。懐かしい蚊取り線香。やっぱね、中にねライター入れますよね。掃除ですかね。風呂場の大掃除ですかね。ありがとうございます、田淵満さん。映像の感じがね、こうすごい昭和なレトロな感じを感じさせて、この田淵満さんのチャンネル自体もなんかこうちょっとレトロな感じの映像をね、作ってるチャンネルなので、すごいこうイメージもマッチしてて良かったと思います。でもね、ちょっとすごいもったいなかったなと思うのが、このチャレンジが60秒以内っていうチャレンジだったんですけど、この動画実は3分あるんですよね。本当はこの先も見せたかったんですけども、続きはリンクも入れとくんで、その田淵満さんのチャンネルの方で見てください。この後ね、いろいろこう夏野菜が出てきたりとかね、料理のシーンとかがあったりして、すごいまたそれはそれでね素敵なんで。でも本当レトロな昭和っぽい感じと音楽とマッチしてて、すごいいい作品だったと思います。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。ともとも TR さん、燃えろギラバンツ北九州、2020夏我らも応援しているっていう動画です。日本にもありますよね、こういうの。カナダにもね、ああいう噴水あって子供が遊んでるんですよ。北九州のサッカーのチームですね。あ、うまそうだな。左寿司。ありがとうございます、ともとも TR さん。いや、こう時系列になってて、まあ、サッカーの応援に行って、そして最後が応援終わって、まあ、歩いて帰ってるシーンだと思うんですけど、こう時系列にストーリーをこう組み立てる感じで、すごい良かったと思います。ただちょっともったいなかったのが、最初のシーンがね、おそらくそこのスタジアムに行く前のシーンだったと思うんですけど、すごいそれを表現するのは良かったと思うんですけど、最初のそこだけを見ると、これ何の動画なのかなっていう感じだったので、もうちょっとなんかね、こうシーンを選ぶなり、まあ、いらないかなって思うシーンは省くなりすると、もう少しなんかストーリー性っていうのは感じられたのかなと思うのが一つと、あとはね、応援してるシーンのね、応援してる人の表情をわーってやってるとことか、そういうね、こう、びっくりしたとか嬉しそうな顔の、こう、クローズアップのショットとかがあると、もっと映像表現っていうのは広がったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。さあ、次行きましょう。たけし川島50の手習い、タイ移住さんの50代タイ移住、タイの高原カフェで子供と過ごす一日っていう動画です。タイムラプス。
いいな。ドローンショットいいっすね。花が綺麗っすね、やっぱね。色は鮮やか、色が鮮やかっすよね。このプーショットいいですね。ありがとうございます。たけし、川島さん。ありがとうございます。本当にいろんなショットがあってよかったと思います。最初がタイムラプスがあったでしょ？で、花のクロスアップのショットもあったし、ドローンのショットもあったし。やっぱりこうバリエーションが多いんで、こうストーリーをよりこう、リッチにね、表現しやすくなるというかね。そんな感じで、あとこう、やっぱタイに住まれてるってことなんで、こう花とかね、なんかフルーツのジュースみたいな感じとか、ドローンのショットとかもそうですけど、すごいこう、あったかい国のっていうイメージも感じて、ここカナダはね、もうすごい寒いとこなんでね、すごい見ててこう南国を感じさせてもらいました。ありがとうございます。まあ、強いて言うならこう動画を、せっかくいいショットがあるので、あれだけのショットをこう並べる、その順番ですね。そこをもうちょっと気をつけてあげたら、もう少しね、ストーリー性っていうのは生まれたんじゃないのかなと思います。例えばドローンのショットから始まって、最初エスタブリッシュショットって言ってね、どういう場所にいるっていうのを見せるためにはなるべくワイドな方がいいんですけど、そういう時に、まあタイムラプス使ってたのはあれはあれで OK なんですけども、多分ドローンのショットから始めた方が良かったかもしれないです。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。仙台スタイル極みさん。GS 納車後初めての夏8月っていう動画です。いいですね、このカメラワークいいですね。パララックスですね。Meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. かき氷おいしそう。フォアのどんぶりもそうですね。かっこいいですね、クマね。はい、ありがとうございます。車の並べ方とかやっぱうまいですよね。かっこよく映るようないい感じの並べ方をしてると思います。でね、その車の撮り方、パララックスっていうね、こうカメラも動かしながらカメラのこう角度も変えながらみたいな、ああいう撮り方なんですけど、その撮り方とかすごい上手だと思います。あとは車のショットがね、こう、まあ多分メインだと思うんですけど、フルショットばっかりじゃないですか。車全体が入るショットばっかりなので、もうちょっと例えばこうクロースアップのショット。例えば、そうですね、車のせっかくホイールとかもピカピカなんで、そこのめちゃくちゃ寄ったクロースアップのショットとか、あとはまあ車内がもし撮れるんだったらね、車内のちょっとまたかっこいいところとか、まあライトのところとかね、こうライト光ってかっこいいじゃないですか。ああいうところのクロースアップショットなんかも入れてあげると、もっと表現もね、豊かになって、ストーリーも深まるんじゃないのかなと思います。でね、やっぱり思い出っていうところなんで、ああいう夏のね、かき氷とか、みんなでご飯を食べてるところとかね、ああいうのをまた入れてあげると、こう、人を感じられてね、すごい良かったですよね。いい感じだと思います。ありがとうございます。じゃあ、最後の動画です。山の上のチャンネルさんのハードカットチャレンジ夏応募動画っていう作品です。テロップのね、テキストの出し方かっこいいですね。あ、いいね、テンポがいいですね。
ンドエフェクトもいい。ありがとうございます、山の上のチャンネルさん。いやちょっといい感じですね。あの音楽にこうビートをね、音楽のそのビートにこう薪を割るシーン、そのドーンってヒットしたところをこうビートに合わせるところがすごいあのインパクトもあるし、それでよりこうなんかこう感情がね動画にこう結びつくっていうかね、入っていきやすいっていうか、そういうところもすごいいい感じですよね。まあ CT なら、その薪をせっかく割ってるシーンが結構ね、これもやっぱりこうフルショット、体全体が入るようなショットばっかりだったので、もう少しね、少しクロースアップのショットとか、まあ近くにね、カメラを近づけるのはちょっと怖いかもしれないんで、その時はズームレンズとか使ってもいいので、もうちょっとなんかクロースアップになるショットとか、違うアングルのショット、POV のね、自分目線のショットとかも、あの入れてあげると、もっとこう映像表現が豊かにできたのじゃないのかなとは思います。あとその最初のシーンがちょっともったいないですよね。あの雪のところと、あと春の桜のところだと思うんですけど、まあこれおそらく山の上のチャンネルさんのイントロ、普段のね動画のイントロのシーンだと思うんで、まあまあそう考えるとしょうがないかなと思うんですけど、まあ夏の思い出っていうところではちょっともったいなかったかなと思います。ありがとうございます。以上7作品を紹介しましたけど、どうでしたか？挑戦してくれた皆さん、本当ありがとうございました。この挑戦していただいた皆さんのね動画は詳細欄にリンクを入れてますので、この動画良かったなと思うものがあったら、よかったらねそちらの方にリンクから行ってもらって、コメントを残してあげてください。今日は動画の時間の関係上、もう簡単なフィードバックしかしてないんですけども、オンラインで動画制作のスキルアップを目指すコミュニティ、動画の力では、もっと突っ込んだ具体的なフィードバックなんかも、俺もしているし、メンバーの皆さん同士でもねフィードバックを出し合ってます。そしてよりいい映像作品、動画がね作れるように皆さんでスキルアップを目指してるんですよ。実はこの7作品の中にもね、すでにメンバーに実はこの後になってくれた方が何名かいらっしゃるんですけども、その方たちのスキルも実は今もうすごい上がってるんで、次のね作品を見るのは本当楽しみです。やっぱこう一緒に成長の過程を体感できるのがね、もうすごい、もう俺も嬉しいし、もう楽しいです。興味がある人はこの動画の詳細欄にリンクを入れてるんで、よかったらぜひ覗いてみてください。さあ今回開催したハードカットチャレンジ夏なんですけども、少し変えた企画を、まあ秋なら秋をテーマにしたものをやろうかなと思ってます。もうそろそろ秋終わっちゃいますもんね。でもね皆さん秋もね何かしらの動画撮ってると思うんで、それをこううまくまとめれるような動画とかねあったら絶対いいと思うんですよ。まあそんなチャレンジはちょっと近々案内したいと思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録して要チェックしてください。I hope you guys enjoy this video and see you in the next one. じゃあね。Peace out.